小倉の土屋とは、富山県砺波市高須に所在する中世の城館跡である。一向一揆に属し高須間を拠点とした土豪、小倉六右衛門の子孫、小倉孫左衛門が天正年間に居住した館と伝わる。小倉の土居として、砺波市のふるさと文化財史跡登録地。典型的な三居村で知られ、小矢部川と庄川により形成された扇状地と集積地が広がる砺波平野の低地に立地する。現代の圃場整備事業以前は、地石図から堀で囲まれた約40メートル四方の方形巨漢の区割りが推定できたが、現在は水田の区割りが変わり、地表面に見られる遺構は、この字型に残る土塁のみとなっている。なお、土塁の上は共同墓地となっている。屋敷主とされる小倉孫左衛門は、当地の南約 1.5km にある高須間を本拠地とした土豪小倉六右衛門の子孫と伝えられる。高須間は永禄9年に一向一揆勢と対立する貴船城の石黒重綱の攻撃を受けて炎上したと伝わるが、その後に孫左衛門が高須村の不動島を開拓して当館を構えたという。2011年1月26日付で、砺波市のふるさと文化財に登録された。ありがとうございます。